本部の佐藤でございます。検証実験の聴講者の皆様、こんにちは。 YouTube 要素を取り戻したい VTuber ドクター荒木です。この動画では私の Twitter アカウントに投稿した格闘ゲームの超常現象について解説と再現手順の説明をしていきます。本日はよろしくお願いします。ではでは、今回解説いたしますのはこちら。いや、スーパーファミコン版画廊伝説スペシャル、どんなに離れていても投げが決まる。なかなか衝撃的な超常現象ですね。ただ残念ながらスーパーファミコン版限定となっています。どういうことかと申しますと、これはスーパーファミコン版限定のシステムに関係するためです。最近の格闘ゲームでもワンボタンで必殺技を出せる仕組みがありますが、実はこの手のシステム、俗に言う簡易必殺技ボタンは昔からありまして、本作のスーパーファミコン版画廊伝説スペシャルにもあるのですよね。ただし黎明期の格ゲーであるせいか、その入力法は使いづらくて、強キックボタンを押し続けて離すという入力方法になっています。このコマンドはビッグベアの必殺技スーパードロップキックと同じため、実はこのワンボタンで必殺技を出せるシステムそれ自体が超常現象ではないか、そういう説もありますが、そこは今回置いておきます。ともあれ山田十兵衛の場合、試合中に5秒から19秒の間、強キックボタンを押しっぱなしにして離すと、コマンド投げのイズナ落としが発生するのですが、ここに超常現象があり、こうやって出した場合のイズナ落としは、基本的に相手がどのような状態であっても、無条件に投げが決まります。投げ間合いとか、相手が空中にいるかなどはお構いなしに投げることができます。ではその例をご覧ください。もう相手が飛んでいてもライン飛ばし攻撃を食らった後でも、十兵衛さえ地上にいてイズナ落としを出せる状態なら投げられます。こうやって投げた場合、通常のコマンド投げとは処理が異なるようで、ビッグベアの炎などは消えることなく投げられます。なお、この同じ技だけでの永久コンボは不可能に見えますが、この簡易必殺技入力、ポーズ中にも貯めることができるのです。つまり試合開始すぐにポーズして貯めて、ポーズ解除後にイズナ落としを出して、さらにポーズしてイズナ落としを出せば、はい、もう完全に脱出不可能です。10-0と言えそうですね。まあ対戦では相手もポーズが可能なので CPU 戦限定の10-0ですが、ちなみにこの簡易入力で出せる必殺技は画像のようになっています。タンフールーの列戦客も画廊伝説スペシャルではコマンド投げなので、同じ超常現象を一応タンフールーでも可能となっています。いやー、格闘ゲームって面白いものですね。それでは本日はこの辺で。ではでは。